お久しぶりですね。久しぶりですね。お元気ですか。はい、あ、元気元気。もうみんなあの動画待ってたと思う。はいはい、はい、絶好調で。はい、今日は面白いの言ってますね。ね、うんうん、これはスペイン産のアルハンブラっていうアルハンブラです。はい、うん、聞いたことあるような、ね、あんまり、うん、わかんないような。いわゆる。はい、あのどうですか、あのいい感じでしょ。アルファンブラ、名前はともかくあの、うん、すごい見た目がちょっとあのヨーロッパの雰囲気。あ、そうですね。ね、はい、でね、低音がやっぱりね、うん、素晴らしいです。ね、一弦から弾いていて、この六弦の。六弦は綺麗ですね。はい、ね。すごい豊かな音がね。はい、やっぱりギターはローが出る楽器がね。フィンガースタイルの方が、うん、そうね、めっちゃ好きそうな。はい、この E マイナー最高、うんね、やっぱ低音がね、うん、やっぱ音楽的だよね、低音の最後やっぱりスペインのこれもね面白いでしょ、ブリッジがこういうあの、うんうん、あ、そうね、ブリッジで、はい、うん、この傾斜がちょうどいいぐらい、はい、今この弦もこっちからね、あのピンがなく、うん、はい、あ、そうかそうか、はい、ね、M ファクトリーという有名なあのマイクが入って、はい、搭載して、ね、それの、あの専用のプリアンプもね、ここにこういうみんなが憧れる M ファクトリー、いや本当、ね、うん、いい音してますよ。マイクとこのサンライズのねマグネットタイプの両方あるから、それをミックスして、大人っぽい音というか、ね、あ、うん、はい、あの落ち着いた感じのね、うん、はい、あの余分なキラッとしたとこはちょっとないんだけど、うん、その分なんか大人な感じ、うん、こういう音好きな人多いよ ね、 ね、やっぱね、はい、うん、僕は最近ハマってるジプシージャズでもシャリンシャリンのタイプのもあるし、あ、こういうなんていうか中低域中心の音の、はい、あの結構そっちの人気あったり、うん、あの本当そのいけるな、ね、うん、うん、絶対あのチャラい音にならないというかね、うん、そうね、はい、深い音がするね、うん、いい感じですね、はい、でなんかすごい見た感じもとても素敵だと思う、ね、私は好きだ、うん、この、まあ、あの、まあ、地味といえば地味だけど、あの、こうね、このウッドバインディングとか、うんうん、あのロゼットもこうやってね、はい、ちょっとこの丸っこい感じが、ね、はい、丸っこいもね、うんうん、はい、とても綺麗と思う、あの指板にマークはないとか、あ、そうね、うん、おしゃれですね、おしゃれですね、はい、これ結構あの活躍できそうな感じがしますね、ローズウッドですか、ローズウッド綺麗ですね、綺麗ですね、うん、うん、でこのストリング、あのストラップロックになってるけど、それもあのケースに入ってますから、あ、本当、はい、すぐあの自分のストラップにつけて、はい、で自慢の M ファクトリーが入ってるから、そうね、なかなかねそれはなくて、うん、はい、録音でも、はい、ライブでも、うん、そう活かせるね、でちょっとあのナットもあのスキャロップして、あそれでも後でしたされたと思うけど、それもね凝ってますね、はい、うん、ここは持ってるのはあのギラギラじゃないけど、うん、キラキラのもちょっとキラキラちょっとありますよ、うん、これあのメートンでね、ちょっと今これ、あ、これ中古もちろん、あの、うん、このアルハンブラね、これは新品 の、 あのメートン、この間入ったこのあの、 あの EBW808 ね、これブラックウッドというあのオーストラリアにある木で、オーストラリアのメーカーもあの他もそうだけど、現地の
木を使ってやってるのが多いね。まあエコー的な意味もあるし、まあちょっとマホガニっぽいだけど、ブラックウッドという、うん、これもちょっとあのね独特のこの太さ、厚みが、ちょっと厚みがはい、厚み、あの小さいけど厚みがあって、で、あのまあ今から弾いてもらうけど、生の音はあのこれとまた全然違うんだけど、結構対照的かもしれない、ね、そうそうそう、でもいい音、うん、であのマイクはやっぱりこのメーターのマイクはすごくいいですよ。この中にマイクもあって、うん、こっちにも、うん、あのピエゾ入ってるで、それがミックス、うん、もちろんこれも両方入って、あのマグネットと中のマイクで、うん、これが中のマイクとこっちのピエゾでミックスできて、うん、あのすごくいい音するけど、うん、よかったらこれもちょっと弾いて、あ、じゃあ一応これの、はい、じゃあでも重厚感のある音と、はい、まあ、ピックを使って、はい、でも綺麗な音よ、こっちの、ね、うん、中低音はこっちの方勝つけど、でも広域のやっぱキラッとしたところ、はい、やっぱギターらしいところは、メイトンはね、さすが。そうな音ですね、うん、はい、うん、初めて弾いたのになんかもう長年弾いてきた相棒みたいな、あー、ね、うん、さっき言ったようにその繋いだらもうめっちゃいい音してますから、ね、あのこれはすごいもうステージに、ね、あの、うん、あのかなり活躍できますですね、はい、これはちょっとねあの特徴的でその、うん、ソロギターとしてはすごくいいかなと、うん、これはもしかしたらアンサンブルでやったら、うん、アンサンブルであの、うんうん、まあソロでもいけるけど、はい、多分バンドでも埋もれないなんていうかな、ね、ね、うん、そういう感じね、はい、うん、メイトはねなかなかあの手に入らない今あの、うん、もう全部注文であのあのもう例えば注文しようと思ったらもう7、8ヶ月ぐらいかかって、はい、だからなかなか入らないから、まあ、ぜひこの機会にそう、ね、受注生産ですね、はいはいはい、しかもこういった木がいいとなるとあなかなか手に入りにくいよね、これすごい気に入ってるね、はい、まあ、メイトンのこれはもちろんメイトンの EBW808C、うん、カートウェイの C ね、うんうん、でこれはアルハンブラの J3CWAX という、まああのうん、これもネットで調べてもなかなか出てこなくて、あのこういうカートウェイはもうない、今はもう全部多分、うん、あの普通の形になってるけど、うん、まあ、ちょっと対照的だけどあの、うん、面白い組み合わせかなと思って、うん、ぜひよかったら気に聞いてください、まあ、久しぶりのこの動画あの思想動画だけどあの、うん、ぜひみんなあの登録してください、そのあのできた時にすぐあのメールであの知らせに行くようにお願いします、あ、なるほどね、うん、登録といいねを忘れなく、はい、あ、そうだね、それも、はい、コメントもぜひ、はい、コメントも、はい、よろしくお願いします、ありがとうございます。